おはようございます。どうしたんですか急に。イメチェンですか。イメチェン。なんでですか。タモさんになる。憧れてたんですか。ヘルメットかぶった時はビートたけし、もうビートたけし超憧れて、もうマジで神だわ。ビートたけし、明石家さんま、タモさん別にあんまとある企画のための準備段階のメガネの曲買ったから、これ視聴者に決めてほしいわ。これがいいか。あ、そうですね、これがいいか。候補が4つぐらいありますね。ちょっと出して。青ですね。青。これか。はい。白か、これは。シンプルですね、多分それは。ん？こっちの方がいい。一番シンプル。うん。まあ、黄色で落ち着いたんだよな、2人の話では。はい。なんか、派手な方が似合ってるなって思います。うん、これ、ユニクロの案件だから、ユニクロ買いに立ってよ。ユニクロに頼まれてこれやってるから。お前なんで、案件。300万もらっとる。あ、そんなにそんなにこのメガネでって予算出んでしょ。1500円だよ。いいよこれね、はい、最後。お前その笑い方どう思いますか視聴者さん。やっぱ黄色が一番いいかな。何お前その顔、お前映すぞお前マジで。はい、こんな感じでございます。はい、まあまあそれはいいんですけど、今日の話はさ、まあちょっとまあ、まあ嫌な話になるかもしれない視聴者の皆さん、でもちょっとこれ本当にさ、商売人、塗装屋さん、あの経営者の人たちにはぜひ聞いてほしいと思うんだけど、はい、あの神奈川出店の話があるじゃん。神奈川を出店しますって言って営業とみんなで撮って、まあ、で動画の中でもちょこちょこ撮っとるんだけど、そんなような話は、はい、まあ、神奈川出店しますっていう動画を撮った時に、はい、まあ、正直まあ嫌がらせだな。応援の意味で悪口書いてくれてる人もおるけど、はい、嫌がらせを受け取るんだよね。僕はじゃあ本当に笑い話してるけど、いやもう何もへこまんけど、俺は別にそんなことされても、はい、まず一つ、まあアドバイス的なことも含めいろんなこと言われるのは、その、はい、名古屋で成功したからって、愛知県で成功したからって、あの神奈川関東では成功できない。まず単価が全然違うんだから、はい、練り替え道場って安売り処理やんって。そんなお前どこからのやつか知らんか、これ関東のやつじゃなくてまさかの名古屋とか愛知のやつが書いてる可能性もあるけど、あ、うん、そんなん関東では通用しねえよ、安売りだけではとか、関東の人は商品ちゃんと見てるからとか、あで関東は高い方がウケるとか、こいつらもうバカだなと思って全員じゃあ本当にあの商売どんだけ成功してるか俺も知らんけど、はい、じゃあ世の中のもう鉄則なんていうのは、いいものを安く買いたいんだって。そうですね。そうだろ、はい、なんで東京の人は高いものを買いたいじゃあより高価で、はい、あの例えば金よりもダイヤモンドが売れるっていうのは分かるわ。だから外壁塗装っていうのもそう、あの俺らもちゃんと営業がちゃんときちっと提案しなきゃと思うんだけど、もちろん他社さんとどれだけの違いがありますよって、はい、こういうとこが違いがありますよっていうものも提供しなきゃんだけど、はい、もちろん名古屋でじゃあうちが高いかって言われたら、もう安売り安売りって全国に叩かれとるけど俺も、はい、決して安くないんだって。うちはこれだけのことやってこの価格で出してますよって、じゃあなんでその価格で出せますかっていうのを根拠が書いてあるわけよ、はい、折り込みチラシに、はい、うん、でそれをなんかな、脱ぎ替え道場名古屋で安売りしてんでしょ、噂になってるよみたいな、はい、でそれはもうインスタにはっきり書いてきてるやつが今度は一人。あ、そうなんですか、ね、もうさらしたのかなと思ってるけど。ダイレクトメッセージですか。ダイレクトメッセージって言うのはあれ、飛行機の幕。まあまず一つそのまあ価格のことについてと、はい、関東の人は地域性が強いとか言うんだよな。うん、でもそれは俺どこも同じでしょって、まず本当に、はい、あの関東の人はよそ者を受け入れないと。あ、うん、で当たり前やね、名古屋のやってんのに、はい、東京で俺がもし出店しずにチラシ打ったらそれは受け入れられないけど、はい、関東に出店してでそこから広げて地域に根差していくわけでしょ。 あと関東圏はやっぱ、ね、レベルが高いと。名古屋県はレベルが低いから、うん、愛知県行けばレベルが低いっていうかさ、やっぱ関東で成功して愛知で成功するっていうのは絶対あるけど、あ、愛知で成功して関東で失敗するっていうのは結構あると。そうです、ね、だから俺らも関東に出店するっていう意味は何って言ったら、自分たちのレベルを上げていくことなんだね。もうお金儲けたくてやる、まあ、もちろん大事、利益出さんという会社が大きくなるから、だけど関東に出すっていうのはさらに俺らが関東から情報をどんどん入れて新しいものを取り入れて、はい、さらにレベルの高い商品を提供できれば、はい、愛知県もそのレベル、また今度は逆輸入できるわけじゃん、知識とか情報とか、はい、技術力が。いや結構叩かれて、まあ、コメント欄で言われたのはいいんだけど、
あのね、インスタに書いてきてくれとる人はもう、まあどこまで言っていいんかわからんけど、はい、まあ明らかなる脅迫。あ、まあ、脅迫まではちょっと言い過ぎかな、ちょっと動画だからって煽っちゃいすぎかな。うん、だけど、まあ、カンと言ったら絶対成功しねえよみたいな。はい、うん、で、まあ、まあ、はっきりとは書いてこんけど、他の塗装屋に潰されるよ、みんなそこ狙、あの、お前らのこと嫌がってるよみたいな。うん、明らかに来るなみたいな書き方をしてきとんだわ。はい、ビビらん。そうですね。なんでまあこれちょっと緊急で動画にしたろうと思ったんですけど、はい、YouTube で出して14年間15年間、まあ、お前らもう入って3年よね。3年です。丸3年、はい、の中でも、まあ、行ってすごい成長しただろ。そうですね。いや、こんなに厳しい箇所ないと思うよ俺は、本当に。はい、いい意味でな。もちろん他のね、東海3県の愛知、三重、岐阜の塗装屋さんのみんな努力しようと思うのは、はい、だけど、まあ、俺はもう全然負けてないと思うし、それだけスタッフも追い込みかけとるし、はい、スタッフもそれに応えて成長してくれとるしね、まあ、そういう中でじゃあ俺らもパンと行った時にいい成功になってくると思うんだよな俺は、うん、でそれをなんかやっぱコメント欄荒らしだとか、はい、まあ、インスタにもはっきりそいつはもう名前も出てるんで調べだったけど、まあ、社名も入れてきてるでね、まあまあ大きい会社だよ。でもその人とはまあ正直やり取りしたんだわ。アドバイスありがとうございますみたいな感じで返事最初したのは、はい、で関東っていうのはあの価格帯がどうとかこうとかって入っとったもんね、もともとはね、はい、関東の価格ってどんな感じなんですかって言っても、うん、いやそんな名古屋とは比べ物にならんよとか、ちょそんなこと聞いてないんだよバカかもっぽいから。あの職人ね、随時募集して何社か来てくれとるんで、まあ、塗装、防水、はい、シーリング、足場で価格表みたいなのも一応作ってます。で関東の価格はちょっと違うようだったらまあ、ある程度合わせるけど、もちろんでも、はい、俺はもうこれだけの商品をこの価格で提供したいっていうのがあるから、はい、でまあ関東出店にも重なって一つもう一つ全国展開してるのがその外塗装のマッチング、はい、でこれはもう本当中部地区ももういいんかなと思ってるけど全国で募集してます。600社700社登録してくれてるんで、はい、で6月1日からえいやーって多分スタートになると思いますんで、はい、その時にはまあ募集一回止めると思う。でまあ無料でもう3ヶ月4ヶ月使える人はまあそこまで、はい、でサービスがまあどこまでかから1年ぐらいかかるかもしれんけど、私はサービスを何向上させてお客様も集まるような体制作って、はい、そしたら有料化、はい、でそれもまあ今までの、ね、外気塗装のマッチングバカみたいな手数料 15%20% 取ってめちゃくちゃなことやってるけど、はい、まあ、そんなことじゃなく安くて数パーセントでも、まあ、もちろん儲かるじゃん、人件費かけんかったら。そうですね、利益さえ出やビジネスもあって、またでもサイトのレベルアップもよりで金は絶対やるでね、はい、俺もこれ1000万ぐらいかけて作ってんだからさ、はい、なんかそこだけは、はい、でも本当にコメントも結構来るだろう。そうですね、ちょこちょこ入ってますね多分、うん、あれはまあ、まあそれを超えるからはい、誰でもうまくまた話しちゃう。それもそれもそれそうじゃん、 YouTube もそうじゃん、俺散々社員からも叩かれたからな。そうですね、で、はい、ビジネスでそう、俺が飛び職から塗装屋になるって言った時も塗装業界からめちゃくちゃ嫌われたからね。ああ、もうほんとバカみたいな、もうクソじじてっきゃいなやつおるけど、バカにされてほんと。あ、そうなんだ。やらそうにされて、はい、うん、だって塗装屋じゃねえって言われたもん、広告屋だあんなところって。おお、うん、だって業界戦いで追い込みチラシとかそういうのやるじゃん。あ、うちどん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 お客さん入るから安くできるじゃん。はい、そりゃじーっと待っとったら仕事来おへんやん。そうですね、だったら必然的に高くしなあかんだろ。はい、であんな安く売りやがってって今そこうちより安く売っとるやん。あ、そうなんだ。で現場は切ったね、仕事処理を現場で言うとかまじで見に行くとさ、はい、それいい職人も集まらんだろ。そうですね、はい、そんな感じです。はい、今事務所着きましたので、はい、結局なんか15分喋るわって言って憤りをぶつけましたね。はい、まあ、最後までお付き合いしていただいた人にはね、はい、何もないですけど。あれ、ついちゃった。はい、あのサングラスの、ちょ、俺これ結構気にしてるから、サングラスコメントお願いします。あ、顔出してないもんな、まだ一回も。途中で出そうかなと思ったけど、はい、あ、まあ途中でメガネちょっと出しちゃった。はい、まあ、まずアデランスタダにしてくれんかなって。あのひどいことやったもんね、俺。だいぶ伸びたよな。あれ、アデランスから金もらうと困るよな。はい、そうですね、金はクレンディーだろ、ただでつけてくれたら。アドネイチャーに浮気し。よろしくお願いします。はい、もうこれ本当ぜひごめんね。はい、まあ、一応俺と緑の
おすすめはこれだな。はい、これだな。はい、仕事行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。